データのね、組み立てっていうのかな、まあ、キャブ戻して、ね、なんだかガラス切ってどうにかなったんですけど、今回はね、こちらの、補機ですね。補機発表型、こっちの方ね、ナンバープレートが、付属されてる分だけナンバープレートつけて、残りはね、ちょっと加工していきたいかなと思います。というわけでいきましょうかね。よし。とりあえず、やっていきましょうかね。説明書はね、今回ね、これ裏側にあるんで、そのままでいけるんで、ある意味ラッキーですね。よいしょ。よし、ではいきましょうかね。ナンバープレートはこれだけだよね。よし、じゃあいきましょうかと。ちょっとなるべくね、車体機能もちょっと上下飛ばして。説明書は近場に置いてと。毛抜きが必要だ。いやー、マジか。セーフ。運よく変に引っかかってくれたから。救出できた。よしと。セロハンテープと。もうそのテープ貸せちゃっていいか。よしとこと。よし、行きましょうかね。一応ナンバーは、そうですね、ナンバーは今回ね、これに付属してるのまるまる全部使って、一応塗装されてないのがね、1個ずつあるんで、まあ、その4個か。一応2、4か。それはまあどうにかするとして、というわけで行きましょうかね。一応ナンバープレートはね、確かここに、これ切ってはめるだけなんで、手すり関係から行きましょうか。じゃあ。まず分解しろか。で、ホップアップ広げて、ハンドルもロールつけろか。ちょっと大変ですね。ドライバーだと。ドライバーこっちで大丈夫かな。多分、噛み合わせ的にこのドライバーでいけると思うんだけど。あ、そうですね。普通のトミックスの、台車ネジと一緒ですね。したら、なんかちょっと、加藤のいらない単品ケースちょっと物置に使うか。これは台車ネジとこれは一緒のパーツで扱いでいいのかな。どうなんでしょうね。一応写真見るとね、台車はこのままでいい、大丈夫そうなんだよな。重りだけ外す感じか。で、あとはここのフレームを広げて。いや、怖え。そうね、一応縦の、だからここのフレームはこっちっぽいんですよね。なので。ここナンバープレート取り付けるんで、ここの砂利なら傷ついても問題ないんでね。砂利外して、でここかな、おそらく。わからん。全くもって説明書見てもわからん。いや、いつきでもわからんわね。典型的なバカなんだよな。ネジ外す。あ、そうやっぱりナンバープレートも外してくださいって書いてありますね。ナンバープレート最後でよかった。ピンセットなど床下から丁寧に外してください。床下から丁寧に外してくださいってこと、結局台車外せるってことだ。ネジ一緒なのかな、どうなんだろうね。ネジ違ったら、まあ、後で問題になると思うんですけど。あ、やべ、なんかはしごずれちゃった。とりあえずじゃ。結構ね、力強いんで、俺。危な。とりあえず台車のネジは。台車につけたままにしましょう。そしたら後で分からない。こっちは簡単に外れるの。こっちも。あ、簡単に外れますね。じゃあ大丈夫か。これで何に？はしごを気をつけて外せ。はしご外したらなんか取れるっぽいんだけど、多分ここかな。おそらくね、なんだろう、ここに爪らしきものが2箇所あるんだよな。これ違うのかな。あ、これ違うっぽいな。いや、お前、黒いんでさ、わかんねえんだよな。おそらく多分、ここの針を支点にこれが外れると思うんだけど。フレームを指でつまみ、軽く引き上げる。容量で左右に広げるのがホッパボを上に押し出してください。押し出すの？こうってこと？だよな。
日本語的には。でもここの針が割れそうで怖いんだよな。形状見るとな。ここら辺になんかね。いやー、見える範囲の爪っていうのがわかんねえ。これ爪じゃないのかな？爪じゃないっぽいっすね。これダメだな、俺。そうですね、結構これ細かいパーツが多いんで、多分ここ外さないと、つけれないと思うんだけど、これ外さずにやりてえな、できれば。あ、なるほど、ここは。これは外れるっぽいですね、ここの支柱は。いや、これ取り付け爪っぽいんだよな、ここ。いや、違うな。なんかバキッてきそうで怖えな。いや、ちょっと待って、黒いんでさ、もう全然わかんねえや。でもそうですね、ここに穴があるんで、ここの穴めがけて、あと、どっちにしろこの辺の手すりもあるんで、付属品は取り付けなきゃないんですけど、一応接着剤は推奨されてんのかな。矢印、床下部の矢印突破部分に足を出して組み立てます。組み立てるのはどうでもいいや。またエアタンクか。エアタンクも一応穴はあるんで、で、あれか、接触。あれだもんな、ほっと。試しにランナー切ってみるか。そうですね、このままやっちゃいましょうか。まあ、うまくいくかいかないか別として、一応車両数的には予備車として買ってるんで、1箱込みで。これちなみに、C、E、E、D。あ、なるほど、レバーは共通なんだ。で、C と D か。これがいろいろあるんだ。D が、右側、C が左側か。だからこのまま取り付けるってことか。よし、わかんないのかい、こっちでやろうか。そしたらいらない。この辺のやつは全部バリという認識でいいのか。多分そうだよね。この先端の穴はハンドルつける穴か。これはいるんだ。ダメかな ちょっとね、怖いんで。少し残っちゃいましたけど。これは全部カットしちゃっていいですね。ここは全部バリか。で、これを、向きはこっちか。で、この穴に、入れると。ここですね。ちょうどこのホッパ部が邪魔な根元なんで怖いんですけど、でも結構これ自体もね、厚みがあるプラスチックなんで。そうね、助かるんで。じゃあ、ハンドルだけ先つけた方がいいな。ハンドルだけ。これはこっちか。一応これでいいんですね。これで、ハンドル自体は A、B で。軸が短い A を D につけるか。なるほどね。A タイプこっちか。いや、これね、思う。8秒じゃん。めんどくせえぞ。今ね、自分でやってて、あ、これ終わったかも。自分で今腹食ったわ。これ多分ね、1秒が1秒になる感じがね、出てきたわ。まあ、慣れるとね、多分、後半の動画多分2秒で1秒になると思うんですけど。2秒で1個の動画が。いや、これね、慣れるまではね、アウト。入った。そうね、これ自体も、多分ガッチリ入れちゃっていいのかな。ちょっと押し込んでみよう。ちょっとバリのゴミかすが踏んで。多分ある程度入ったところで止まるようにはなってると思うんで。まあそう簡単に多分脱落も、バカ力で扱うの抜けそうですけど。まあ気をつけて扱う分には。いやでも確かにこれホッパー部分邪魔くせえな。これ外れる気配がないんだよな。A 見てるとここ広げろって書いてあるんだけどさ。広がる気配がねえぞ。ほら。設計段階に何がありって感じかな？あ、なんかずれた。
あ、ダメだ。やっぱりバキッていきそうだ。これフレーム広げちゃったもん。おそらくこの辺のどっかに爪があると思うんですけど、その爪が見えないし黒一色なんで扱いづらいんですよ。俺の力でやっても全然びくともしない。だから逆に、ここがパキッて広がる恐れがあるんで。要注意だな。だから、まあ、せめて言えば、やっぱりそうですね、付属品 この辺外さずに取り付けてるやり方すれば、多分行きたいんだけど、どうだろうな。ダメだこれ。黒一色でめちゃくちゃ目が疲れるわ。いや、ハンドルもしかしたらこれ最後でもいいかもしんないな。ちょっと一回ハンドル取るか。ハンドル取らないと掴むところがなくなっちゃうんで、ちょっと気をつけながら。一応これも予備パーツないんで、そうね、8個全部だよな。あ、1両分予備あるんだ。1個しか予備ないんで。まだまだミスりたくないんでね。ダメだな。いや、これね、思った。新品買うんだったら、いっそ付属品取り付けられて中古探すっていうのも1個の手なんだよな。一番言っちゃいけない手だけどさ。いや、でもそうなんだよ。爪の位置とかが全く見えねえんだよな、これ。説明書には。どうしましょうかね。結構死活問題だな。今切れたらこれ1両ぐらいをバキッ。これインジか？白いのがついてんだけど。じゃなさそうだな。そうですね、なんかここ、切れ部分が。あ、いや、ゴミか、よかった。俺なんか、壊したかと思って、ドキッとしちゃった。とりあえず、LINE 来てんの後で返信すればいいや。思うんだけどさ、ここ、デッキ部のやつって、こっちは残るんですけど、こっちは取れることになってるんですよ。でも見た感じ、取れる気配ねえよ。あ、でも、くっついてはないわ。ここちゃんと割れるんですね。爪がどこにあるかだよな、本当に。1個でも取れちまえば爪が100%わかるんですよ。そしたらそこの爪だけカキーンって吹っ飛ばせばいいだけなんで。思ったんだけどさ、これってホキアってさ、これ絶対あれだよな。あいつの肩幕と一緒のやつ使ってるよな。どうなんだろう。あいつの肩を腐ってる、あいつぶっ壊してみりゃ分かるんだよね。今からホキ800に二両セット買うことになりますけど。多分ね、ここのプレートは、あ、ダメだ、ごめん。このプレートもこっちにくっついてるだ。多分ここだ。あれ違うよな。説明書を見ると、こっちはボディは針しか残んないことになってんだよな。完全にここなんですけど。いやでも見た感じこれ一体成形なんだよな、ここ。裏から見るとめちゃくちゃ分かるんですけど、ここ切れ目ないんですよね、そんなに。外れた。だって普通に力入れたらバキバキって割れたんだけど。ちょっと待って、怖いんだけど。大丈夫なやつこれ。いや、ちょっと待って、怖いぞ。ちょっと待って、これ大丈夫なやつ。大丈夫と信じたいんだけど。めっちゃくちゃ薄いんだけど。所詮2、3ミリのプラですかね、ここ。あ、でも。あ、なるほど、そういうことか。あ、なるほどね。ここはやっぱり一体成形じゃないんだ。外れるんだ。だから、ここのプレートを何かで優しくパキンと外せばいいんだ。こういう感じで。いや、割れそうで怖いんだけどさ。いや、割ったら終わりっていうのがあってかさ、やたらめったらできないですけど。ちょっと待って、これ、もう片側も取れねえかな。ね、ここは明らかに、あ、外れた。ガチャガチャしたら普通に外れるんだ。ああ、なるほどねー。固定されてるっぽいのを外せばいいんだけど。ちょっと、ちょっと待ってくださいね。ここね、ここまで外れたんですよ。で、バキバキバキって言ったら外れたんで。着地が上手15分か。なるほどね。ここはそうとしてたら間違ってたんだ。危ね。よかった、1両ですんで。切れ目入れたいんだよな。ちょっと内側から切ってみるか。ここね、うっすら隙間が見えてるんで、ここにカッターの刃でも入れて、軽く衝撃になれば。あ、外れた。あ、なるほど。あれ、爪じゃないんだ。ただの突起だ。
ここそうですね。俺がなんかね、爪らしきって言ったら、これただの爪じゃなかった。ただのガイドだ。なるほど。あ、意外と簡単に外れるわ。怖かった。いや、これマジで怖いっすね。矢印はこうなってるんだ。一応矢印はね、ハンドルじゃない方に、左側向いてるんで、気をつけてください。うわー、すげえ。あ、ちょっと待って。これ穴大丈夫かな？でも、どうだろう。穴があったんだけど、硬い。でも硬いんで、そう簡単に外れることはないんで、多分接着剤はそうですね。ここは大丈夫そうですね。もうグッて俺押し込んだんで。ちょっとハンドル取って。ハンドル取って。ごめんなさいね、見づらかったら。ちょっと失礼。なんとなく分かったんで、もう説明しちゃいいや。なんか一応ランナー的には、右と右をくっつけて、これインジがある方の、あ、ごめん、右と左だったわ。右と左ですね、すいませんね。一応こういう感じ。あの左右は反転でくっつけてくれって感じですかね。このプラスチックの材質的にはそんなにいい材質ではないんで、まぁ、ちょっとパキなんて言ったら多分漏れると思うんで、お花、もげると思うんで、それだけはちょっと気をつけながら、取り付けてもらえたらいいかなと。んですけどね。特にこの先端ですね。穴だけはね、絶対残してきてくださいね。あ、これ穴にないんだから絶対言ったらね、ハンドルつけなくなるんで、それこそ接着剤確定コースになるんで。今のところはそうですね、接着剤なしでつけれるんで、まあプレートか。ちょっとプレート1両つけてみて、まあどういう感じになるかになりますけど。ちなみにごめんなさい、これね、左から取り付けた方が良かったかもしれない。先に右がつけちゃったら、うんのつけちゃったかもしれない、俺。めちゃくちゃ怖いんだよ。俺指太いからさ。指太いはバカ力だわさ。あ、入った。片側さえ入れば、もう片側押し込むだけなんで、ちょっとその辺で、ね、この辺の手すりとかバキッと折らないよね。ほんと気をつけてくださいね。こういう感じか。なるほど、ここクロスになるんだ、このハンドル絡みが。へぇー、面白いね。何にも知らないホキ800。そうなんですよ。俺なんかホキ800走るって聞いて、あ、じゃあ行きてぇなと思って見に行ってるぐらいなんでね。しかもそうなんですよ。昔から。詳しい車両のスペックとかまでは、ね、俺は把握しきれてないんで。こういう感じかな。どうなんですかね。ハンドルはでもほぼスライスでいいのかな。まあ見た感じこうやってほぼちょっと横一直線になるっぽいんですけど。で、あとは、レバーか。うわー、レバーここか。ちょっと怖いな。ピンセットが入るかどうか。ここしょうがないんで、ここ直に切っちゃうか。すいませんね、ここ上まで刃が入んなかったんで。あれ？これは全部ここ切っちゃっていいやつか。一応今回2段階で切ってるんで、めちゃくちゃバリが多くて、大変ですけど。まあでもそうね、1両30分ぐらいって考えたら、まあ悪くはないぐらいですかね。この真ん中のバラが濃い。で、手すりはレバーが奥に来たか。
これ、もろ手すりの真横なんですよね。ごめんなさいね、本当に見づらかったら。黒一色なんで、ピントがバカ合わないんですよ。これさ、まあ、発売金曜日なんで、発売しても約2日ぐらいなんですよ。もう付属品取り付け終わってるって人いたら、俺はすごいと思うわ。俺、あと正直言うとね、あと2日かかるわ。多分ね、これね、めげるか、心がポッキリ折れるかの2択なんですよ。ね、まだうっすらね、台座に入ってない感覚があるんで、押し込んでるんですけど。本当プラスチックがね、やたらめったらにあるんで、怖いんですよね。こんな感じかな。まあ、大体ね、ちょっとね、ニュアンスでちょっとすみませんけどね。いや、ほんと、黒ってね、ピントが合いづらいんだよな。ちょ、もう一個の方はそうですね、こっちのやつは1段階で切っちゃうか。意外と1段階でね、いけそうなんだよな。まあ、ちょっとバリ残ったらね、それちゃんと丁寧に接続した方がいいんで。本当は1段階じゃなくて2段階の方がいいんですけど。ここはちょっと2段階の方がいいや。ピント合ってるか分かりませんけど。あーってなんか取れた。結構ね、しっかり入れてあげた方がいいかもしんないんだけど、まあ、あとは裏から接着剤で軽く固定する分には大丈夫だと思うんですけど、どうだろう。今回は接着剤なしの、まあ、作業になっちゃいますけど、こっちは結構浮くな。こうやって見てるとね、うっすら浮くのが分かるんですよね。隙間が空いてるんで、足の部分に。土台の部分はね、硬いんでグッと押すんですけど、ただこの辺がね、軟質なんで。多分これね、もしかしたけど、土台の穴のサイズって合ってんのかな、うっすら。入ってはいるんだけど、貫通はしないんですよね、ちゃんと。まあでも、そう簡単に抜けそうな、そうね、脆さではないんで。ただやっぱりね、ここちょっとわかるかな、隙間が空いてるんですよね、この土台の部分。これは嫌なんで、なんとか押し込んではいるんですけど。まあ、一箇所はね。で、手すりどこやったっけ？あ、入ったわ。一 応入ったんで、最後まで押し込んで。大丈夫ですね。そうだな、手す、えっ、ー、と、レバー2本ぶち込んで、ハンドルと、台座2個ぶち込んで、で、反対側に取れたんか。なるほど、本当に1個で30分くらいですね。トイレタンクも、いや、2度張りで、そうだな。ちょっと2度張りも2度張りで歯が、あ、でも2度張りの方がいいかもしれない、トイレタンクも。ちょっと二度張りにするか。トイレタンク天井に突起があるんで、これを、ここか。多分ここでいいんだよ。多分ここっすね。ここに穴があるんで、ここにぶっ刺す感じか。
うっと危ねえ、転がった。フルタンクはそうですね、でっかいんで。特にここはね、そんなになんすごちゃごちゃしないんで。ここはありがたいな。まあ、何入るかが。そんなズレっすわ。どれが入んねえなと思ったら。よく見て。感じですかね、であとはナンバープレート取り付けるぐらいか。うわー、すげえこれ、生きるで結構マジで。いやー、すげえ神経使った。ホッパーの向き、一応ホッパーもね、裏に矢印があるんで、ここですね。ここにでっかい矢印が入ってるんで、一応これとね、ハンドルがない側をこうやって合わせれば、多分大丈夫だと思うんで、あとはこのまま、はめて。あ、なるほど、この、そうか、名盤プレートのあたりが、そうね、固定の材になってるんだ。なるほどね。こういう感じで。間違ったら申し訳ないんですけど。反対側ね、きれいにここ入ったんですけど、内側が入んないんで。壊したか。なんとか大丈夫ですね。もし入んないばね、この下のホッパー部分、これ引っ張りながらやると、ここがっちり入るんで。最後に気をつけながら押さえてあげたら、多分大丈夫かな。これで OK ですかね。多分。あとはそうですね、ナンバープレート取り付けるだけ。わー、疲れた、でも本当に。これはもうそうですね、上から順につけていきましょうか。というわけで、今回90ですね。プレートは一度割りでいいか、ここでかいんで。これもしかしたら接着剤いるかもしれないけど大丈夫かな。あ、でも、そうですね、クッて押し込めば、そう簡単には取れないですね。で、反対側。ちっちゃいやつは大丈夫かな。ここなんか一番発火したら、そうですね、黒いボディなんで発火したらめんどくさいんですよね。発火したらどのボディもめんどくさいですけど。めちゃくちゃ角かけたけど。まあ、いっか。バリだけ軽く描いて。まあ、気になるだったら、一応もう一個の方の車番があるんで、それ使っちゃっても。まあ、ちょっとやっぱり角丸くなったの気になるんで、交換するか。もう一個の名盤も腐ったりするのかな。でも一応まあ2個位置なんで、まあ大丈夫なんで。もしかさい。よっこいしょっと。あ、これね。どうだろうな、90。中に入ってて見えねえ。90これか。なんか飛んできたけど大丈夫。ああ、銘板のやつが飛んでるか。俺の切り方が悪かったのかな。 ちょっと一段切りしないように皆さんご注意くださいね。でも大丈夫そうですね。あ、でもちょっとやっぱり一段切りすると、下手に欠けるな。れ、もう一回も欠けてるっけ？ああ、そうですね。もう一個の無理やりランナーから外してるんで、かけてますね。裏から行くか。なんかどっちもどっち感が強いけど。でも裏から切った方が、まだいいかもしれませんね。一個かけちゃってんのはしょうがないんで。ちっちゃいの。
入ってんのか。あ、一応入りましたね。あ、でも、うわ、終わった、ここ、ゆる。あ、詰んだな。これ、しかも、車体の中なんですよね。あ、なんか。しかも、どっか消えた。ちっちゃいから見失った。加藤のナンバープレートの方があったわ 全然楽だな。一応ね、ナンバープレートはつくんですけど、ダメだこれ。ここ接着剤必須だ。しょうがない、瞬接でいっか。ゴム消せってか取るのめんどくさいんで。今回は。詰まってる。火温だけ軽くして。これ本当少量じゃないとダメなやつなんだよな。ちょっとプレートの押さえの部分にちょっと塗ったぐらいで。これ一撃で仕留めないと。多分ずれたら100%終わるんで。ここかな？あ、ずれた。軽くの接着剤だったら大丈夫なんで、最悪ハンドル類も全部接着剤するか、裏から固定できるんでね。ちょっと裏から軽くだけ。ちょっと表面にね、流れ込んだら、しょうがないですけど。ハンドル類はね、まあ、ちょっとこのままにしときましょうか。これちょっとまずいんで。軽くね、下の表面だ。台車周りだけは気をつけながら行きましょうか。ここつくとめんどくさいんでね。まあ、そうですね。これでちょっと、すいません。接着剤書くの。待ちましょうか。でかいプレートの方はね、きっちり穴が入ってくるんですけど、こっちはそれがちっちゃすぎるんでね。穴も入りづらいし。まあ、しょうがないんでね。ちょっと全然出てこない。ここでドッキリなんてやったら、それこそ目も当てられなくなるんで。いやー、怖いんだけど。一応この本部接着で鬼なんでね、多分中身はいっぱいあると思うんですけど。いや、怖いな、この辺でいいか。まあ、ちょっとでもあればね、くっつくと思うんで。入った。怖いけど。だったらいいっすよね、加藤みたいなさ、横長でちょっと先端にさ、バイアン突起があってさ、スポンとはまるやつなの。俺もいいかもしんないね。このサイズだとちょっと厳しいかもしんけど。でもそうね、今のところ、まあちょっとナンバープレートの付けは間違えたぐらいですけど、まあ失敗したぐらいですけど。まあ悪くはないっすね。ちょうど着火も35分か。いやー、これ結構大変だね、マジで。あとさ、思うんだけど。16両分のプラスチックケースないんですよ、俺。しょうがないから、なんかの余ってるウレタンに、
これ入れてくしかないんだけどさ、どうせケースの中で遊ぶよね。まあ一応多分閉めれるところのネジは閉めちゃっていいと思うんですよ、さすがに。ホッパーの部分もね、別にこの中に接着剤塗ってないんで、まあ、塗ったのはこの辺の台車周りとかなんで、ナンバープレートとか。ただ多分ホッパーは問題ないじゃん。で、多分ね、重りの部分もここ一切触れてないんで大丈夫なんで、これもつけちゃいましょうか。そのあとはね、台車周りのネジだけで済みますんで。これに関しては向きないんだ。あとトミー、すげえ、トミーって折ってある。え、懐かしくね？しかも宝じゃないんだよ、ただのトミーなんだよ。まあ懐かしい。まあしょうもない話なんで。これちょっと待って。これさ、どっち表向きになってるかあんのかな？やっぱり重ねなんで、インジの裏か。あ、ごめんなさい、インジがってる表に出てる。じゃあインジ表にしよう。結構ね、簡単に、あぶね指太いんだよね、これ軽く頭だけ出てからこのティッシュね、接着剤ついてるこれ捨てちゃっていいかしたら、そうですね、面白い話はまあ、ホッパー部分なんかも全部共通なんで全部片っ端から組み立てて、最後にナンバープレートってやり方でも悪くないかもしれないですけど、まあ、ちょっとごめんなさいねいや、でも一応これで、そうですね、完成にはあとそうですね、接着剤が、まるまる今日日曜日なんで、一応明日月曜日は俺基本的にお休みの日なんで、まあ、そうですね、火曜日に、もう一回台車回りとか組み立ててみる感じになると思いますんで、そうですね、まあまあこんな感じかなと思いますね。一応この後ね、そうですね、この後はまあ突貫工事か、一応残ってる15両、一気のね、動画で、回していくと思いますんで、あ、そうですね、残ってくるのはね、こういうまあ台車回りのやつとネジだけになりますんで、その方が多分ね、楽かなと思いますんで、なんかナンバープレートしてるけど、俺ナンバープレート呼びに来た？いや、違うな、これ誰だ？お前外れたかもしかしてナンバープレート。ビンゴ外れてるわうわ危ねえ、結構、うわ接着剤結構出すぎた、終わった、これは積んだ、いやこれはダメなやつだな、多分漏れるな、いやビンゴ意外と漏れなかった、よかったー、まあよかったじゃないですけど、あんまり接着剤つけても良くないですけど、まあ、ちょっとこれで、このままこうやってね、逆さまにして、まあちょっと、この辺と、この辺と、この辺だけね、ちょっと乾くのがしててますんで、ちょっと一応次の動画かな、多分特化工事だと思いますんで、ちょっと休憩したいんで、ちょっと休憩しようじゃないかな。朝今9時なんで、ちょっと5、6分ぐらい休憩して、今8時5分なんで、5、6分、10分ぐらい休憩して、ちょっとラインも返事して、一旦ちょっとその後から、特化作業入りたいと思いますんで、そうですね、まあちょっと、まあ一通りの流れとしてね、まあ今回ホッキ買った人にね、まあ分かってもらえたらいいかなと思うんですけどね、そうですね、結構ね、説明書見るよりかは本当にそうですね、またこれもう一度のホッキなんですけど、この部分、このバンバラスター外してから側面の部分パキンってやった方が多分いいかもしれません、まあ、とりあえずね、残りの15両、ナンバープレートつける分だけ、やりたいと思いますので、お待ちしております。また次回の動画で視聴者ありがとうございました。